追い込む絶好のチャンスだったんだが。ロノウェは冷静ですね。おそらくあの子に頭を冷やす時間を与えたのでしょう。あの子はあなたのチェックを外すことに意地になり、いくつかの大駒をやすやすと見捨てようとしていた。第一の番など、所詮は前哨戦。あの子は引き際を誤りかけた。うん。つまり、どういうことだよ。俺のチェックメイトは成立したのか？しないのか？あの子は赤を宣言しかけていました。チェックメイトにはまだならないでしょう。しかしおそらく、頭を冷やしたあの子は、リザインを宣言するに違いありません。まさか、あの負けず嫌いがか？ええ、負け戦は一秒でも早く、兵を引き上げ、いかに損失を減らすかが肝要です。難しいのは、それが負け戦であるかどうかを測ること。あの子の執事は、それを冷静に判断したようです。やれやれ。つまり、あと一息のところで逃げられたってわけだな。俺がチェックメイトを決めて、とどめを刺すって流れには、簡単にはならねえんだな。でも、これはあなたの勝ちだと判断してよいでしょう。向こうはギリギリで大きな損失を踏みとどまったようですが、それでもかなりのダメージを与えたに違いありません。その傷の深さは、あの子の狼狽ぶりから十分理解できたはずですよ。だな。これ以上いじめたら泣き出しちまいそうだぜ。よう、お前の手番だぜ。次の一手は決まったかよ。リザインだ。この場はお前に勝ちを譲る。ま、お前がリザインしたってのは、結局のところ、俺の説もお前の説も、互いが相手を否定できないイーブンって意味だからな。負けってよりは、引き分けって意味で受け取っとくぜ。気持ち悪い同情などいらない。この場はわらわの負けだと言って、そなたには雨に濡れた犬、さらに棒で叩く趣味があるというねえよ、お前と違って。